で据え付け屋ではですね、これはあの基礎の問題ね、それからどこへ据え付ける位置の問題、それから据え付け組み立て、まあこういった観点からあの記述するといいと思いますね。そうしますとですね、据え付けの基礎では、まあ受水層の基礎コンクリート、これ高さ600以上だね、作業空間が必要になります。でまあ普通課題が100だ、課題がね、それだからあのコンクリートはね大体500以上あればいいとね、いうことになります。それからあのポンプね、こっちは水槽ですけど、このポンプこれはね大体300以上というようなことで、それからアンカーボルトを基礎にしっかりと、まあ、くっつけて固定しましょうと、まあ、こういったところはですね、まあ、基礎のポイントとして上がってくるとね。それから今度はですね、据え付けの問題、それからあの組み立ての問題が出てくるね。例えばあの水槽とですね天井のその間隔だな、これはだから1メートル以上取らなくちゃいけない、だからそこのところは60センチ以上ね、ということになってきます。だから横幅も全部60センチですね、そういったところの間隔の問題が出てくる、どこを置くかという位置の問題ね。だからオーバーフロー管のですね、あの間接排水の貯水口空間、まあ、基本的には150以上空間を空けなさいと、こういうことですね、そういったところ、それからあとはあの水中ポンプ のピットの中に入れるわけですけども、ピットとピットの側面から水中ポンプの側面まで大体200ミリ以上ね、だからこうピットはこうあると、ね、こう200ミリ以上、だからここは排水するんですけども、これはピットになったな、だからここから200、ここから200、ここから200、まあ、こういったことな、これ以上間隔を空けて、排水をしていくと、こういうことになります。それからあの脱排水のポンプの位置は、この流入口より離れて、だこの辺で例えばこうあったら水槽こうあると、ここから、ね、脱排水を入れて離れたところから吸い上げてこうやって、あと組み立てはですね、オーバーフロー管にはですね、この防虫網を張っておくと、水槽周りの配管はその重量が、ね、直接水槽にかからないように床で固定する、ねということで下のところでしっかりと配管を止めるということですね。だから直接水槽に荷重がかからないようにしてください。地震の時に大きな荷重になりますからね、水槽壊れてしまいます。それからあとはですね、排水槽の通気管、これはね大体直径50ミリ以上、そして単独でね、ということで排水槽のものは直径50ミリだな、そして大気に自分で大気に開放させておかなきゃいけない、何かと連結しちゃいけない、こういうことですね。今度は配管の問題ね、先ほどのところは据え付けの問題だけども、配管の問題、配管の問題でですね、まあ、これ配管 の位置だとか加工だとか接合だとか指示貫通ね、保温、まあ、こういったところが重要なポイントとして、まあ、なってくるわけですね。でもちろんこれ試運転もありますけどね、なってくる。だからこれはだから配管のところはだから大体4つぐらい書けばいいので、どれか目標を決めて書いていくということになります。全部書くというわけじゃないですからね。そうすると例えば1、こうな、1の問題、位置の問題ではですね、これは例えば土かぶりってあるね、埋設する時の土かぶり、まあ、車道のところでは 0.6 ミリ以上、敷地に入ってきたら30センチ以上、これだけの土かぶりを取ってくださいよと、まあ、そういうような位置をに埋めなきゃいけないですね。ということで、それから鳥居配管、こうまたがっていくからね、この頂部に、ね、空気抜き弁を設ける、ただ頂部に設けるね、空気抜き設ける、それからフランジの交換などではそういった時の作業空間を確保できるような位置を確保しなきゃいけませんよ、ね、それからあと加工とか、それから接合指示、まあ、要するに実際に留め付けていく時ですね、まあ、そういう時はですね、これは管の切断はですね、発熱の少ない、まあ、帯の5番とか丸の5番、まあ、そして切断は直角にね、熱のこもらない直角に切っていくと、まあ、それによってリーマーによってきれいにこう仕上げていくと、まあ、そういったところも書いてもいいでしょうね。ということで、熱の少ない帯の5とか丸の5を使って直角に管を切断するというようなことですね。だから径の違うところはね、大きいところか小さいところに移ると、まあ、そういったような接合のところでは径違いソケット、ね、これを用いなさいと。それからあとはですね、ポンプ周りのですね、配管はですね、これは機器の配管の、これは同じな、直接重量がかからないように指示をしましょうということですね。それから横走り管のはですね、使用書に定める適切な間隔、ね、指示間隔は使用書に決められているので、その使用書の間隔通りに配置しましょうと。まあ、こういったところが、要するに加工接合指示なんかのところで注意をしておくということになります。で今度は貫通するところの注意点ね、書くこといっぱいあるんだけどね、貫通するところではですね、例えば防火区画の壁を貫通する配管ではですね、
貫通部の両側にですね、1メーターずつね、鋼管を用いるか、まあ、鋼板で被覆してですね、空撃部はできますから、その時モルタルまたは、ロックウールのような不燃剤、まあ、これを詰めておかなきゃいけないよとね、ここがよく一番大事で、貫通のところではこういうところをよく記述するといいでしょう。それから2つ目はですね、外壁とか防水層を貫通する給水管は、まあ、要するにつば付きの構成スリーブというのを入れるわけですね。まあ、その時にですね、外壁や防水層とのですね、空撃部には一般にロックウール、ね、これを入れて、これは不燃剤だからね、入れて充填していきましょうということです。じゃあ続いてですね、今度は保温剤、ね、保温についていきましょう。で、配管のですね、まあ、保冷とか保温の、まあ、こういった施工だね、これはいつやるかっていうことがポイントなんだな。だからこれはね、配管の水圧試験が終了したことを確認して、ね、だからパイプレンチだとかさ、施工中に傷ついて塗装が取れたりするとかね、それを一回塗り直してちゃんとね、錆びないようにして施工前にこれ補修しておく。それからあとはですね、筒状の保温剤、軽に適合した寸法をぴったりになるようなものを使いなさい。試運転ね。で、試運転のところではですね、これは給水装置の場合は一般に 1.75 メガパスカル1分間かけて、まあ、設備に漏水がないことを確認しましょうね。それからポンプのですね、単体試運転はモーターと、水車のカップリング、まあ、これ水平度を確認しましょうね。それからあとは給水装置の総合試運転ではですね、この電極水による揚水ポンプの、ね、発定、これを確認しましょう、ね。それから揚水ポンプの停止にウォーターハンマー、これは起きないかどうか、これを確認しましょう。まあ、こういったようなところを、まあ、試運転では確認をしていくということなんですね。これ整理しておきましたので、ご覧いただければと思います。これは大きく分けてですね、水道用硬質ポリ塩化ビニール管、それからもう一つはですね、水道硬質の、塩化ビニールライニング管ですね、一般配管用のステンレス交換、まあ、この3つが代表的なので、よくこう試験出るので、表にまとめておきました。だから接合では例えば、硬質ビニール管は TS 接合でいくし、これはネジ接合でいくし、これは可動性のですね、まあ、継ぎ手、あるいはメカニカルでもこっち側の方ですね、可動性な伸縮可動性継ぎ手をまあ使ってやりますよ。まあ、こういったところを接合の方法とか、それからまあ加工も同じですね、こういった発熱の少ないもので断面を直角に切りましょうと、こっちが金の5番丸の5番ね、これは専用の型ですね。そして切り口はリーマーで仕上げる。それからあとは指示はですね、剛性が小さく指示間隔が短い、これはだから指示力ないからね、これは塩ビ管だからね、でこれは剛性が大きいので、これ指示間隔を大きくできますよということね。これはステンレスはですね、鋼材と直接やったら錆びちゃうから、だから何かの継ぎ手ですね、プラスチック材なんかを介してこう接合しなきゃいけない。これ自身があまり試験出てることないんですけど、要点はこういうふうな接合加工をしというような観点で書けばいいですよということですね。今度はですね、通気管の関係と大気の開放部の位置の関係ですね、大気の開放の一部の関係で、通気管はですね、直径30ミリ以上ね、汚水管のようなものは50ミリ以上になりますけれども、普通は、まあ、通気管は30ミリ以上ですね、普通のね。汚水槽は赤でね、50、汚水槽は50です。でループ管と、それから逃がし通気管のですね、関係はこの排水起こし管と通気立て管の関係の約2分の1以上のものを使わなきゃいけませんよということですね。それからよく試験出てくるのはですね、ここのですね、位置の問題ですね。特にここに窓があったとね、窓があったと。じゃあここのここから追加の末端だな、どこに来るかって、この窓から600ミリ以上離しなさい、それからここから窓の端から3メートル以上離した、そういう位置に設けなさいと、ね、何にも窓がなければ、窓がなければ200ミリ、ここ200ミリだってこう開放していいです。ここ200ミリだな、200ミリだけこいやるんだな、200ミリだけ上げてやれば介護していいですよというようなことがポイントということになっています。まあ、伸長通気管でね、排水管のようにさらにそれを伸ばしてやるときは、排水立て管以上の直径とするとか、結合通気管の関係は排水立て管と、通気立て管の中の小さいような値以上するとか、ここむしろこういうところでね、これがよく試験できます、ね。通気管のですね、屋根よりか200ミリ以上だ、これね、200ミリ以上立ち上げ、このことです。それからあとはですね、通気管の大気開放部で建物接合の窓から、ここから600、上600ね、それから、
横3メートル、まあ、こういったようにしなきゃいけませんよというところがポイントということになってきます。給排水設備の試運転ですね、ポンプの単体試運転と給排水総合の試運転との2つ、単体と要するに総合という2つの観点があります。で、総合の場合はだいたい高地水槽ね、高いところに水槽を設けた時の場合がだいたい出てくる。渦巻きポンプの単体試運転、出てくるのは渦巻きポンプのね、こちら側です。で、こちら側ですね、あのポンプの試運転ではポンプの性能、ポンプによる水圧とか、ね、水量、まあ、こういったですね、塗水量ですね、まあ、こういったようなポンプが動かした時に性能通り動いてるかどうかね、それからポンプが作り出してくる水圧とか水量、まあ、こういう視点からまああの書くということになります。だから使用書に基づく値になるように確認しましたという形でこう出てくるわけな。それからあとはですね、あのポンプのですね、まあ、性能として渦巻きポンプのカップリング、まあ、水平度ですね、それからポンプの回転がまあ円滑にこういくか手で回してみてですね、その方向とか、それから軸受けの油の状態だな、それからあとはあのポンプの性能としてモーターを起動したときにポンプの塗水量ね、それからキャビテーションが起きないかどうか、それからウォーターハンマーが起きないかどうか、まあ、こういうことをですね、しっかりと試運転しながら確認をしていくとね、ということで大体こういうところを書けばよろしいと、こういうことですね。それからもう一つは高地水槽のですね、大体総合試運転ね、まあ、こっち側に入ってくると、まあ、これは要するにモーターとプラス今度高地水槽が出てくるので、なんか水槽だとか、それから制御の問題、それから配管の視点、まあ、こういったところを中心に書いていくことになります。でまずですね、ここの水槽についてね、水槽は水槽タンクの水とかボールタップとかね、それから電極の作動ね、だから電極水に従って、要するに揚水ポンプが動くかどうか、こういったような発定だな、動いたり止まったりすることができるかと確認してタイミングよくいくかというふうに調整をしなきゃいけない、ね、まあ、そういう問題。それからあとは、ね、制御については、まあ、衛星機器、各種のタンク、ボイラーね、湯沸かし器が全部つながっていますので、各機器の、まあ、塗水量を確認をして、調整をしていくと、使用書通りになるように調整していくと、ね、それから制御について圧力計と、まあ、電力計を点検して、性能通りを確保しているかどうかと使用書と点検していくと、ね、点検しなければ点検して、ずれている場合はそれを調整していくということですね。それから、まあ、配管としては管系ごとね、要するに水を流して漏水漏れがないか、水漏れがないかどうかということを、まあ、点検調整をしていく。それからあと配管としては、まあ、一番ポイントとしては逆流サイフォンだな、逆サイフォン、それからウォーターハンマーな、まあ、こういったことをしないようにしっかりと調整していくというようなことを問題として書けばいい。まあ、一般にこういうのが出てくるのは大体こういう系列だな、高地タンクね、まあ、こういったところはだから入水タンク、高地タンクの問題、それからここにある水位の関係で止まるか給水するか止めるかといったようなところを、まあ、コントロールするようなところが、まあ、試験として出てくると、こういうことですね。まあ、以上で終わります。